中国人民解放軍海軍陸戦隊は中国人民解放軍海軍の5つの兵科のうちの1つ。海軍の揚陸艦艇を運用した上陸作戦や対上陸作戦及び特殊作戦を遂行する。諸外国の海兵隊に相当する兵士であり、有事には機動力を活かし緊急即応部隊としての役割を果たす。平時においても災害派遣。 平和維持活動などムーツを実施する。米国国防総省の2018年版中国の軍事力に関する年次報告書によると、2017年に海軍陸戦隊司令部が設置され、同司令部は人事、訓練、装備について責任を負うと言及している。司令部の所在地は特定されていない。ブラスコによると、同司令部の司令員、政治員の職務等級は、 西軍職に相当すると言及している。これは、陸軍の集団軍、空軍の空艇軍と同格であることを示している。2020年版ミリタリーバランスによると、海軍陸戦隊の総人員は2万5000名と、見積もられており、1個機械化海軍陸戦兵旅団、3個、軽海軍陸戦兵旅団、2個水陸両用海軍、陸戦兵旅団、1個特殊作戦兵旅団の、 計7個旅団からなると推定している。また6個の海軍陸戦兵旅団は、北部戦区、東部戦区、南部戦区の3戦区に、それぞれ2個ずつの配属が確認できる。一方、米国国防総省の2020年版中国の軍事力に関する年次報告書でも新しく、創設された4個海軍陸戦兵旅団について、言及している。 ただし完全に任務が遂行できる状態の部隊は、元の2個海軍陸戦兵旅団だけであり、新しい海軍陸戦兵旅団が、遠征任務を遂行するために、人員配置、訓練、装備されていることを示す証拠は、まだないとしている。また6個の海軍陸戦兵旅団に加えて、自前の1個航空旅団及び1個、特殊作戦兵旅団が設立されたことも、言及している。 同報告書には6個の海軍陸戦兵旅団のおおよその所在地が図示されている。下記編成表は資料から引用した。水陸療養機構大隊には1個大隊あたり水陸療養戦車、または水陸療養教習車30から40両が配備されている。機械化不評大隊には1個大隊あたり水陸療養不評戦闘車、または 水陸両用兵員輸送車30から40両が配備されている。水陸両用偵察大隊は2名以下のフロッグマンおよび複数の特殊作戦隊からなる。大隊にはおよそ30名の女性偵察兵も配属されている。ミサイル大隊は対戦車ミサイル中隊 MANPADS を運用する地対空ミサイル中隊から構成されている。 上機核大隊の定員は機械化風評大隊及び海軍陸戦兵大隊が約600名から約750名、その他の大隊は半分の約300名から約375名としている。一個海軍陸戦兵旅団は約5000名から約6000名の人員となる。アメリカの軍人と談笑する海軍陸戦隊員以下の配備数はときない限り、 ミリタリーバランス2020年版による海軍陸戦隊は独自の航空機部隊を保有せず空中強襲上陸、航空火力支援、特殊作戦支援及びその他の航空支援は他の兵士である海軍航空兵所属の航空機を使用して行うとされてきた。しかし前日のように海軍陸戦隊は自前の航空旅団を創設したことが言及されている。 海軍陸戦隊は2017年に新設されたジブチ保証基地に基地警備のために派遣されており、ミリタリーバランス2020年版は1個海軍陸戦兵中隊の展開を見積もっている。展開部隊の規模については、米国海軍大学中国海事研究所のリポートでは、大体本部要員と1個機械化不評中隊の規模と見積もっており、 最近の地元テレビ局の取材を引用した中国のネットメディアの記事は東器地への海軍陸戦隊特殊作戦兵部隊の文献部隊の派遣を示唆していると言及している。ありがとうございます。